はい、というわけで今日も始まります。今日は落ち旅でございますけども、県北の方に行こうかなと。地図というエリアなんですけど、まあ、岡山県と鳥取県の境目かなにある場所なんですけども、今日はそっちの方に行こうかなと。まあ1年に何回か行ったりするんですけども、ちょっと面白いとこに今日はね、皆さんと一緒に行けたらなと思います。それではスタートします。なんか以前はなんかこういう一般公開全然してなくて、なかったですね、でちょっと落ち着いてから予約みたいな感じでしたっけ。突然来ても、ああ大丈夫です、ね、でも大丈夫なんですけど、一応今向こう側見えるところにある NLRS、はい、あれが入ったことによって、ちょっとこちらの駐屯地司令も、一般公開で皆様に見せようかという、これはもう突然来ても全然入れるっていうのがいいですよね。多連装システム、ロケットシステム、自走発射機、みんなのマルチ、そうそう、この駐屯地でこれ動かせるの実は僕しかいないです。ああ、そうですか。ここ止めたのが僕。ああ、そうなんですか。ああ、今日はすごいレアですね。超レアです。なんとでもないんで。結構やっぱ運転してて重いというか、なんか、なんですかね、また戦車とは違った感じですかね。そうそう、エンブレが超強いんで、アクセル離しただけでギューンってなるような感じ で最高速度60何キロぐらい、あ、65キロですね、書いてあるけど65キロを出してしまったらもうとてもじゃないけど、あ、扱いづらいので。すごいですね。ここから隊員が出てくると。これはなんかあれですか？なんか出てくるんですか？ちょっとなんか燃料、ね、燃料ですよね。ああ、そうなんですか。ヘリで来るんですか。はい、というわけで日本原駐屯地終了でございます。基本的にはね、平日自由に入れるんでいい場所かなと、丁寧に教えてくれると思って。
奈義町の奈義とかじゃなくてまた字が違うんですよね。鳥取県側の奈義です。これ診療所が中にあるんですね。珍しい駅。診療所がね駅の中あるのって珍しくないですか。僕初めてなんですけどね。というわけで恋が叶う駅やってきました。これ線路というか普通に道入れるんですね。すごいですね。感じになってるわけですね。恋山形駅。ね、こんな山奥の中にピンク色でね、また、色鮮やかな感じですけども、やはりこの恋っていうワードがついてるからやはりこういう感じにしたんでしょうね。
板井原集落っていうところに来たんですけども、まあ廃村なんですよね。廃村なんですけども、普通に観光スポットとして開放されてる廃村なんですよね。ちょっと今日はね、その中にあるご飯屋さんに行こうかなと思います。で、今日はずっとね、この先に行ったところにご飯食べるとこがあるということです。もう山の、だいぶ山の上ですからね、ここ、はい、山の上に、スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。で、今日はこちらにあるお店に行こうかなと思います。どうか、あ、はい、よいしょ。なんかランチが1,000円、おそば、おそばと小鉢付きで、でケーキとか、ね、コーヒーとかいろいろその辺あるみたいです。いや、なかなか珍しいですね、こういう感じで。結構食べましたね。キャバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。